アメニティ循環ルートのバス以前の始発白雲国温泉ユピカで待機するランラン、バスランランバスは兵庫県小野市で運行しているコミュニティバス。新規バスに脇営業所が運行を委託されている。エアロミディエムイ日野、ポンチョ5台が専用車両として導入され運行されている。3台ともデザインが異なり、カモ、ひまわり、アジサイが描かれた3種類がある。 デマンドバス専用として、ワゴンタイプも1台存在する。匠大ルート開設による利用者増加に対応するため2020年1月より、中型バス1台を導入する。柏山駅のロータリーを改修する工事も行われる。運行ルートは曜日によって異なる。ただし、北回り循環ルート、南回り循環ルートは毎日運行。河合統合ルート、山田。 柏山ルート、万ン寺ルート、北回り循環ルート、南回り循環ルート、河合統合ルート、西脇ルート、中谷ルート、北回り循環ルート、南回り循環ルート、鴨池ルート、大開きルート、ひまわりタウンルート、北回り循環ルート、南回り循環ルート、北回り循環ルート、南回り循環ルートスクールバスルート10月現在2007年より、 デマンドバスの運行を開始した。大型デマンドバスは日曜日のみだが、ワゴンタイプは毎日運行される。2012年10月のダイヤ改正、ルート改正により、乗り継ぎ制度が導入された。2012年10月のダイヤ改正、ルート改正により、一部区間にフリー乗降性が導入された。ひまわりをデザインしたバスのチョロ級を、 おの市にあるひまわりの丘公園やユピカで発売している。また通信販売も行っている。大開きルートの大開き南丸石バス停は三木市との境にある。河合統合ルートの兵庫青野原病院付近で火災市を通過する。淡路島の南アージ市を走るラン。ランバスとは関連ない。加藤市に車庫があるため同市でも、 改装車両を見かけることがある。ありがとうございます。